そしてツイッターや YouTube が久特集状態になっていたり会長の会見見ても本当に久保おかかったんですた移籍金9億円なんだよねで共同保有で間取りが買い戻す権利あるただ共同保有の微妙なところ微妙というかレンタルみたいな状態なんだけど買い戻すというか100%それを取れる契約がその時価総額の移籍金の半分を 支払うのだ今9億だから、マドリーがまた9億払ったらすぐ買い戻せる契約になってるのか、この後あと久保が活躍したり活躍しなかったりして、その時の市場価値が変わるじゃん、それによって、その残りの50%買い取る契約が違うのかと、そこまでは公表されないから、共同保有って言っても、ぶっちゃけ今後どうなるかっていうのは、内側の人しか分かんないですよ、ね ローンとかだと、買い取りオプション付きだとさあ、じゃあ1年活躍したら買い取られるのかなとか、買い取り義務付きだと、じゃあ早めの完全移籍させたみたいなもんだな、みたいな。って感じなんだけど、現状のクボって9億で移籍金なんだけど、保有権は間取りとソシエダ両方持ってるから、でこれクボめっちゃ活躍しました。じゃあ間取りが完全移籍で買い取るってなった時に、ね、50億とか60億勝ちついても9億で買い取れるのか。 逆に、そのぐらい価値ついちゃったら、じゃあ、ソシエダ痛いけど、ソシエダが残りの50%を買い取る分のお金を出せないってなったら、またマドリーに戻って、でもマドリーとしては、買い戻してはいるんだけど、EU 圏のそのパスポートみたいなのは、まだビニシューズがね、申請書き終わってないから、<laughs> 3人分しかないから、結局、久保登録できません、ね。じゃあ、次の移籍どうするみたいな、チューブラリーにまたなっちゃうかもしれないっていう。